灌漑用のマイクロスプリンクラースプリンクラーは、水に高圧をかけしぶきにして、ノズルから散布する装置。ただし、固定設備や、それに準ずる大きさのものに限ってこう呼ぶ。酸水器。灌漑、防人、冷却、清掃、消雪などに使われる。なお消防設備のスプリンクラーについては、一般的に自動的に作動すると特殊なため、 スプリンクラー設備において別に論じる。スプリンクラーは灌え目的でも使われる。畑、牧場といった農地のほか、住宅の庭やゴルフ場の芝生にもよく使われる。センターピボット方式のスプリンクラー多くは地面に設置される。水道管を地面のすぐ上に這わせるか、ノズル部分を除いて埋め込み式にすることが多い。水は斜め上の一方向ない数方向に、 簡潔的に散水され、ノズルを回転させることで、全周囲に散水する。水圧は高くて日気圧程度である。タイマーなどに従い自動的に散水を始めるものが多いが簡易なものでは、手動のこともある。センターピボットは1本の散水管に、多くのノズルが取り付けられた大型のスプリンクラーで、片方を固定端とし自動で回転し、広大な円形の範囲を考えする。 屋外運動場の防塵や夏の冷却に使われる。近年、粉塵が周辺住環境へ与える悪影響が問題視されることが多くなり、設置が増えている。小さな施設や古い施設に後付けで設置された場合は、移動可能でホースから給水するなど簡易なものもある。スプリンクラーで屋根などに散水することで、気化熱により建物内を冷房する。 雨どいの水を利用し、水の使用量を軽減するシステムもある。コンクリート建造物などの解体工事や、工場では、スプリンクラーにより、粉塵の発生を防ぐ。漁業に使われるスプリンクラーは、漁船から海面に散水することで、小魚の群れを演出し、それを捕食しようとする漁獲対商業を呼び寄せる。カツオの一本釣り量が代表例。非常に安価な薪へと言える。 詳細は、散水車を参照スプリンクラーを備えた自動車や鉄道車両が清掃、未舗装道路の防塵などに使われる。英語では車両そのものをスプリンクラーということもある。地下水を組み上げて雪の上に散水し、溶かす。積雪地の鉄道線路や道路の脇に設置されていることがある。豪雪地帯を走る上越新幹線の融雪用のスプリンクラーでは、 早稲田大学の土屋基一と鉄道技術研究所との共同研究によって開発された流体素子を採用することにより、可動部がなく、凍結による作動不良の心配がない。ありがとうございます。